この動画では CNS トークンの無料エアドロップ方法について解説します。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はコアネットワークのドメインネームサービスですね、こちらの、CNS というトークンなんですけども、これのエアドロップについて解説していきたいと思います。で、エアドロップだけじゃなくてですね、ドメインを取って、なんていうんですかね、将来的に誰かがそのドメインを欲しいといった時に、売って、利益を得ることも可能ですけども、なかなかね、ドメインで儲けるっていうのは難しいと思うので、センスのある方は、ドメインの方でも儲けていただいて、あと普通の人はね、エアドロップでコツコツ、貯めていっていただければと思います。で、簡単にね、この CNS トークンについて解説していきたいと思いますけれども、こちらね、ウェブサイトの方なんですけども、ウォレットウェブサイトなどの分散化された名前付けということで、コアネットワークを使ったドメインネームサービスですね。で、ドメインネームサービスって言われても何のこっちゃっていう人もいるかと思うんですけれども、ドメインネームサービスについて分かりやすくまとめている記事が、こちらミディアムの記事ですね。これ見ると結構分かりやすいんじゃないかと思いますので、解説していきたいと思います。まず CNS、 コアダオのネームサービスで CNS という名前だそうです。CNS、 何百万もの価値があるトップレベルドメインおよびコミュニティの貢献者についての紹介と、いうことで、コアダオネームサービス CNS はコアブロックチェーンに基づく分散型オープン型拡張可能なネーミングシステムですと、で、ここからね、結構わかりやすいと思うんですけど、インターネットの初期の頃、ユーザーは Google を起動するときにブラウザーのアドレスバーに64.233.160.0と入力しました。ユーザーにとってこれらの番号を記憶するのは難しく、一致しない番号を入力すると間違ったウェブサイトにアクセスしてしまいます。その結果、ドメインネームサービスが登場しましたと。人間が読みやすく覚えやすいインターネットのドメイン名は今日まで広く普及している標準プロトコルになっています。これで検索エンジンを起動するには google.com と入力するだけで済みますと。実はインターネットってこういうね、アドレスを入力してウェブサイトとかをつないでるんですけれども、これだとね、やっぱり覚えにくいので、Google であれば google.com という名前ですね、この名前を入力すると勝手にこの64.233.160.0につないでくれると。で、この名前がドメインネームサービスということになります。でね、今.com とか .jp とかあるんですけれども、今回はね、コアダオを使ったドメインネームサービスということで、ドットコアですね、このドットコアのドメインネームをね、購入してっていう感じですかね、安く購入して、高く売るということができますよと。で、Web3 のドメインネームはこんなことができますということで、これまではですね、例えば Facebook だったら、ボブさん、ボブ.satoshi とか、ツイッターは、@ボブ_satoshi とか、そのね、アプリケーションとか SNS ごとに、いろいろ変えてたんですけれども、Web3 になると、ボブ .coa っていう、このドメインネームだけでいろんなアプリ、全部使えるようになりますよということで、Web3 のドメインネーム、これからね、どんどん需要が上がっていくんじゃないかと。で、ここにね、面白い記事が載ってまして、トップレベルの数百万のドメイン名ということで、一般にドメイン名はドメインの数字によってランク付けされますと。CNS は拡張子としてドットコアを提供し、ドットコアは変更できないため、ドットコアの前に数字があるドメイン名は珍しいものになります。例えば、合計36個、26文字と10個の数字の名前のみが一桁ですと。一方で人気が読める名前も稀ですと。Web2 でも Web3 でも関係ありません。例えばね、イーロン・マスク氏はテスラ .com を1100万ドルで買収したそうですね。だからこのドメイン名を持ってた人はこれだけ儲かったということですね。そして3番目に価値のある ENS ドメインは 000.ETH ですね。これは2002年の7月3日に約300イーサで
発売されましたと。イーサ今20万円くらいなので、23が6で、6000万円くらいですかね。はい。でこのイーサ300イーサで販売した人はもともとね 2.6 イーサなので、まあ50万くらいで買って、6000万儲かったということですね。はい。なのでまあそういう感じで、やっぱりドメイン名って一回取っちゃうと、もうその人に権利がね、所有権が与えられますので、それをね欲しいっていう方がいれば、まあこういう感じでね高く売れる可能性があるよと、はい、いうことですね。はい。でまあいろいろ書いてますけれども、まあ、ドメインについての解説はこの辺でいいかなと思いますので、じゃあ早速ですね、今回のこの CNS トークン、まあドメインの取り方と、あとねエアドロップのやり方について詳しく解説していきたいと思います。それではね、コアダオのドメインネームサービスでドメインを入手する方法について解説していきますけれども、まあこのページはね後で解説しますけれども、これがドメインの検索する画面となりますと。で例えば誠八のと入力して、まあ、サーチというふうにすると、まあ誰もねドメイン取ってないので、アベイラボローということで、誠八のドットコアというこのドメインを取りたいのであれば、こうタップしていただくとこんな感じで詳細が出て、まあね結構長い名前なので 0.1 コアで買えますと。なので 0.1 コアと手数料ですね、これで購入できますので、もしこのドメインが欲しいということであればね、この下の、リクエストというレジスターというところを押していただいて、でね、コアでコアダオコインでコアダオトークンで決済しますと、はい、いうことになります。で多分ドメインの長さによってね値段は変わってくると思うんですけれども、まあとりあえず10コアくらいで買えるのかな。なので、5ドルくらいですかね。はい。500円、600円、700円くらいで、まあ、もしね、誰も取ってないドメインがあれば取れるということなので、もしね、誰かが使えそうなドメインネームを取っておいて、まあ、将来的に高く売りたいっていう方は、こんな感じで、はい、やっていただければと思います。で、例えばね、このコアドットコアっていうね、ドメインネームを、はい、取ろうと思ったんですけども、もうすでに誰かが取っていますよという感じで、もうね、誰かが取ったやつはもう取れないので、まあ、サーチ、検索してみて、購入できそうだったら購入してくださいという感じですかね。で、購入したやつはこんな感じでね、ここの、マーケットプレイスで売ったりできるみたいなので、まあ、そうですね。10コアとかで買って100コアで売るとか、まあ、そんな感じで儲けるのかなと。で誰もが欲しがるような名前であれば、もっとね100コアどころか1000とか万とかっていう金額で売れたりするんですかね。はい。なので、まあ、一応こんな感じでドメインのね入手と売買ができるというサービスになりますと。でですね、今回はまあドメインで儲けましょうっていうよりは、この CNS トークン、今ねキャンペーンでエアドロー毎日やってますので、そのエアドローでこの CNS トークンを入手しましょうというところをメインに解説していきたいと思います。はい。じゃあね、メタマスク使いますので、メタマスク持ってない方はこちらの動画見て、まずはメタマスクを作って準備してくださいと。はい。でメタマスク準備できましたら、コアチェーンをねメタマスクに追加する必要があるので、こちらのやり方解説します。すでにコアチェーンね登録している方は飛ばしてください。はい。まずメタマスク開いていただいて、この一番上ですね、ここがまあイーサリアムだったり BNB だったりすると思うんですけども、まあ、とにかくこちらタップしていただいて、そうするとネットワークを選択というね画面になりますので、一番下のネットワークを追加というボタンを押してください。はい。でこちらですね、カスタムネットワークというところのタブをタップしていただいて、でここにねネットワーク名とか RPC URL とかありますので、まあ、この画面ねぜひスクリーンショット撮っていただいて、同じように入力していただければと思います。ネットワーク名コアブロックチェーン、 RPC の URL は https://rpc.coadao.org ですね。でチェーン ID が1116、シンボルがコアダオ。はい。で、ブロックエクスプローラー URL が https://search.coadao.org ですね。まあ、このね、内容、動画の概要欄の方にも記
載しておきますので、そちらからねコピペしながらでもいいですので、はい、入力していただいて、で追加というボタンを押してください。はい、そうしますとここのね一番上のところが、まあ、CoreDAO のネットワークになりましたということで、これで CoreDAO のねチェーンにつながって、まあ、Core とかその Core チェーン上のトークンを表示したりできるようになりますと。はい、じゃあですね今度はメタマスクに今回のねCNS トークンを表示する方法について解説していきます。はい。で、メタマスクね、開いたまま、ここですね、トークンをインポートというところを押してください。はい。そうするとね、このカスタムトークンという画面になりますので、このトークンアドレスのところに、コントラクトアドレス、CNS のコントラクトアドレスを入力していきます。で、ホワイトペーパーの方にね、コントラクトアドレス書いてありますので、こちらをコピーするか、この今ね、皆さんが見ている動画の概要欄の方、ね、コントラクトアドレス記載しておきますので、そちらをコピーして、まあ、こちらに貼り付けていただければと思います。はい。で、トークンアドレス貼り付けましたら、トークンシンボルとトークンの小数桁数勝手に出ますので、はい、CNS18 と出ましたら、インポートと押してください。はい、でインポート成功するとね、こちらに CoreDAO ネームサービストークンということで CNS トークンが追加されます。はい、じゃあいよいよね、ここから CNS のエアドロ方法について解説していきます。はい、でエアドロなんですけれど、全部でね、3種類のエアドロにのやり方をこれからね解説していきます。1つ目はまずエアドロップナンバー2ということで、こちらはアドレスを登録することで、コアのアドレスを登録することで、100ドルって書いてありますけど、CNS トークンですね。CSN トークンで100枚って言った方がいいですかね。はい、もらえますと。はい。で、その次にデイリーボーナスですね。1日5 CNS トークンがもらえますので、これね、毎日やっていただければと思います。で最後に招待報酬で、まあ、100 CNS トークンということで、これ、ね、この動画見るだけで 205CNS トークンもらえますので、ぜひね手順通りやっていただければと思います。まずですね、メタマスク開いていただいて、でアドレスをねまずコピーしておいてください。後で貼り付けますので、まずねコピーしていただいて、はい、そうしましたらね、一番下にあるこの右から2つ目のブラウザーボタンを押してくださいと。はい。で、ブラウザー起動したらね、こちらに URL を押していくんですけども、この画面にならないよという方はですね、このね、私の場合今14個タブを開いているので14って出てますけれども、人によってはね、3だったり、ね、もっと50だったりする人もいると思うんですけど、こちらの、はい、この数字のところを押していただくと、はい、新規タブとか、この新規タブって出てこない方、このプラスですね、このプラスボタンを押すと、この新規タブ出てきますので、はい、この画面ですね。この画面出てきましたら、サーチはタイプ URL というところを押していただいて、はい、そうするとここにね、URL または、検索文字を入力してくださいということで、はい、概要欄もしくは、コメント欄の方にね、この招待リンク、私の招待リンク貼っときますので、その招待リンクをコピペして貼り付けてください。はい。で、貼り付けましたらね、このリターンを押していただいて、はい。そうしますとね、こんな画面になると思います。インバイトフレンズということで、で、まずね、右上のこのコネクトというボタンを押してください。はい。ウォレットコネクトですね。そうしますと、はい、こんな感じで出てきますので、接続というところを押してください。はい。で接続できましたらこんな感じで下からポップアップ出てきまして、右上見るとねこんな感じでモザイクの、はい、イラストに変わりますと。これで、ね、こちらにアドレスが表示されてますので、これで、ウォレットコネクト完成という完了ということになります。でウォレットコネクトうまくいったら、ここの画面ね下の方にスクロールしていってください。はい、そうするとね、こんな感じで How to invite という画面になりますと。で手順1,2,3ということで、まず1番目、ログインメタマスクウォレットということで、今ね、ここ、はい、このモザイクの文字が出てて、ウォレットアドレス表示されているので、ログインできましたと。で、次にですね、このね、CNS エアドロップナンバー2というところをやっていきます。はい。で、こちらに Go to Finish というところありますので、こちらタップしてください。はい。そうすると、ね、下からポップアップ出てきて、まあ、アプリね、どのアプリで開きますかって出てくるので、今回ツイッターを、はい、X を選んでください。はい。そうしますと、こんなね、ツイッターの投稿画面になりますので、まあ、下の方にちょっとスクロールしていただいて、まあ、いいねと、
リツイートをしてください。であとはね、このツイッターのね、トップ画面に行きまして、まあ、フォローしてくださいと。はい、でフォローまでしたら今度はテレグラムの方を開きましょうということで、こちらにねテレグラムの URL ありますので、 URL タップしてください。はい、でテレグラムアプリで開いていただいて、はい、そうするとねこんな画面が出てきます。 CNS コアということで、で下の方にジョインっていうボタンありますので、まずジョインしてくださいと。でジョインした後ですね、今度は手打ちでスラッシュリワード REWARD でスペースですね、1文字上げて、その後で先ほどコピーしてきたメタマスクのアドレスを貼り付けますとね、スラッシュリワードスペースメタマスクのアドレスということで、はい、入力してください。そうするとボットがですねこんな感じでね、コングラチュレーションズということで CNS トークン100個を、あなたのね、エアドロップしましたよということなので、後でね100は確認したいと思います。はい、で続けてですね、今度はスラッシュ GM スペースですね、1文字開けてまたアドレスを入力しますと。はい、そうするとポットが返してきてグッドモーニングということで、5CNS トークンをエアドロップしましたよということで、これで105CNS トークンをもらえているということになります。はい、じゃあですね、またメタマスクの方戻っていただいて、はい、戻るときはねこのウォレットボタンを押せば戻れると思いますので、ちょっとね印つけるの忘れたけど、はい、戻ってください。はい、そうしましたらですね、今度は4番目のところですね、こちらに、多分リンクを踏んでいただいていれば勝手にねこの数字出てると思いますけれども、数字出てない方はねぜひ010の B0BF9 と入力してください。はい、でこのリファーレ、インバイターコード、ね、紹介コードが入力された状態で5番目のバインドというボタンを押してください。はい、そうしますとね、紹介報酬として 100CNS トークンがもらえますと。はい、でここまでで全部でね合計 205CNS トークンがもらえていると思いますので、上の方にスクロールしていただくと、はい、こんな感じでね CNS205 ということで、はい、確かにエアドロップできていますと。で隣にですねクレームボタンあるんですけども、これ押してもね何にもなりません。でこのね205トークンをどうやって、クレームするかとね、要はメタマスクの方に、出金するっていうことですかね。はい、そのやり方なんですけれども、こちらまた数字のところねタップしていただいて、で新しいタブを開きますのでプラスボタンを押してください。はい、で新しいタブ開きましたら Search for、タイプ URL というところね、今度は手打ちで、coadao.domains というふうに入力してください。はい、で入力しましたらリターンを押していただいて、はい、そうするとこんなね画面になると思います。 coadao.domains と、はい、でこの画面で右上ですね go to up というボタンを押してください。はい、そうするとこんな画面になりますので、この画面でね、この画面があの一番最初に私があの誠八のでドメインを検索した画面になりますけれども、はい、まあ後でやっていただいて、まずはね左上のマイアカウントというところをタップしてください。はい、そうするとあなたのねアカウントが出てきます、アドレスが出てきますので、右上のこの3本バーメニューですね、メニュー開いていただいて、はい、でメニューの中のリワーズというところをタップしてください。はい、そうするとこういう画面になりますので、でここに確かにね 205CNS トークンありますので、この横のクレームボタンを押すと、はいね、メタマスクの方に出金しますかと出てくるので、まあこのまま出金するのであれば、はい、こちらのね確認等をしてください。ただ出金するごとに手数料ガス代かかるので、まあかなりね溜まってから一気に出金する方がいいのかなと思って、私はここでやめましたけれどもね、こまめに出金したいっていう方は、まあ手数料ちゃんとね CNS、コアトークンが必要なので、コアトークンを準備した上で、はい、クレーム請求していただければと思います。はい、なのでまあ私もねかなりあの溜まってからね後で出金しようと思ってますので、この辺は、はい、皆さんの判断にお任せします。はい、ということでね今回は CNS トークンについてね、エアドローやり方について解説しましたけれども、ね、今日は
205CNS トークンゲットできたと思いますので、明日以降どうやってね CNS トークン集めるかっていうと、まあ基本的には毎日テレグラムでこのスラッシュ GM スペースの、メタマスクのアドレスですね、貼り付けて請求するとボットが毎日 5CNS トークンをはいエアドロップしてくれますので、これをやりましょうと。で、あとね SNS とかやってる方であればこのね招待コードをSNS とかで拡散してお友達とかを招待するとお互いに 100CNS トークンもらえますので、まあこんな感じでねどん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  CNS トークン増やしていっていただければと思います。はい、ということでね今回はコアチェーンのドメインネームサービスのトークン CNS トークンのエアドロップ方法について解説しました。ぜひねこちらの QR コード読んでいただいて、まあ、メタマスクでね立ち上げていただかないとはい、いけないんですけれども、はい、招待コードね、こちら入力していただくと、100CNS トークンもらえますので、はい、ぜひね、使っていただければと思います。はい、そしてここからですね、コアチェーンのね、関連のトークン情報をお伝えしていきたいと思いますけど、まずですね、レイヤー1のね、コアチェーンの大元のコアトークンですね、これを今無料で配っているサイト、ね、freecoadao.com というところがありますので、こちらね、ぜひ無料でコア入手してください。先ほどの CNS トークンとかを出金するときの手数料としてコアね、必要になりますので、必ずね、コアチェーンはコアが必要になりますので、ぜひ無料でね、ガンガン入手して貯めて、いろんなトークン出金するときの手数料に使っていただければと思います。こちらの QR コード読んでいただいて、動画見ながら登録していただければと思います。はい。で、元祖ね、大元のこのコアチェーンのコアもらう他の手段でですね、このギブアウェイを今、ね、コアアプリでやってますので、まあね、毎週誰かお友達を紹介すれば、ね、もらえるチャンスがあるということで、まあ詳しくはね、こちらの動画を見ていただければと思いますけれども、はい、コアをね、入手すること、無料で入手すること可能なので、ぜひね、やってみてください。はい、でコアチェーンシリーズの中でライトコアというねこちらが日本人が作ったトークンなんですかね。はい、これも結構ね今じわじわと来てますので、ぜひね、はい、ライトコアについてもはい集めていただければと思います。こちらの QR コード読んで動画見ながらね対応していただければと思います。はい、他にも無料エアドローやってますということで、こちらはコアルナというねトークンになりますけれども、はい、次世代 NFT プラットフォームということでエアドローやってますので、ぜひねこちらも集めてください。はい、そしてコアのね、DEX 取引所ですね、こちらも今トークン配ってますので、はい、ぜひねこの動画見ながら登録していただいて取引所トークンゲットしてください。でもう一つコアチェーンの DEX 取引所ですね、こちらのエアドロップやってますので、こちらも合わせてね入手していただければと思います。はい、で最後ねソカーという、トークンですね、こちらも今エアドロで入手できますので、こちらは、ウェブアプリで、ね、操作できますので、 iPhone の方も Android の方も集めることできますので、ぜひね、はい、無料で入手していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。